武井照子天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、皆さん失神するってよくあるじゃないですか。よく昔ねコンサートを見に行って発狂してよく失神してバタンバタンとかで倒れて運び出されるとかいうシーンよくね、ガキの頃よく見たんですけど、マイケル・ジャクソンさんのコンサートとかね、海外でもう出たらマイケル!キャーとか言うて、それでバターン倒れていくんですよ。ほんでスタッフがこうね、上から客のがみんな手でこう押しながらこう、ね、外に出していって、ほんでもう女の人も絡まってるわけよ。有名なマイケル・ジャクソンが静止1分半、最初バーンと競り上げて、出てきて静止をずっと1分半ぐらいした。もうこの時点でもう女のファンが、キャーマイカーマイカーって倒れるわけよ。ようあるやんか。あれもうね、もうマイケル・ジャクソン見に行くためにチケット取るのに大変な思いして取って、でね、並ぶにも何時間も並ばされて、やっとその自分の席のところに行けて、コンサート始まるまで1時間、2時間半かかって、ほんでやっとマイケル見て、出たーマイケル失神で運び出されてんね。親怒んで、もったいないと。何倒れとんねと。でも、ようよう考えたら、海外、ガキの頃よくテレビで俺見た覚えてるのが、ベスティーローラーズっていうタータンチェックの、俺ら世代しかわからんと思うけど、イギリスかな、バンドというかアイドルですよ。それが日本に来日した時、もう日本の客がもう興奮しすぎて、失神者がバタバタ倒れて、それで運び出されるのをなんかワイドショーみたいなんで見たのは覚えてるわ。他はね、グループサウンズ時代とかはよく女の人とかがもう失神者が出てバタン倒れてみたいな、君にとかやったらもうそれ指刺されたとかね、いやーみたいなバタン倒れるみたいな感じやけど、今ってあんまりそのどうなんやろう、まあ海外はどうなんかしらけど、日本でそんなコンサート行って発狂して失神するとかいう客俺見たことないけど、あるんかな、今はないんちゃう。そもそもでも冷静に考えたら、コンサート見て失神する人って大体女性やねんね。男性が失神してるのは見たことない。まあたまにおるよ。たまに失神してるの、かっこ悪い思うんやけどね。あれなんで女性だけなんかなと思ったら、まあちょっとね、調べてみたら、よくね、校長先生の長い話で失神して倒れるってあるやんか。別にその生徒は校長先生の熱狂的なファンで倒れたんちゃうで。あれは長いこと経って立位性低血圧ってなって、ずっと立ってたら血圧が低くなるから、それでバタンと倒れる。これはコンサートの時に見て失神するのとはちょっと関係は違うらしい。そんで、よく映画とかで急にバーンとジェイソンが出てきたりとか、ほんでお化け屋敷とかでお化けがバーンと出てきたりとかして、失神する人とかおるやんか。あれは、血管迷走神経反射、性失神っていう、のらしい。だから、血管、が急に血液の流れが驚いてふわーっと流れて、その時に、失神してしまう。これもちょっと違う、関係はないらしい。ほんでやっぱりなんでコンサートに行ってね、女の子がマイカーンとか言ってバターンと倒れ、なんであれ失神してしまうのかっていうと、まずマイカーン、いやー
ってこう叫ぶからなんですって。で、こう叫んだ時に過換気、症候群っていうのが起きて、急激に血液の中に酸素がブワーッと取り込まれて、ほんで脳の方に酸素がいかなくなって、そこで、まあ、過呼吸みたいな状態になって、バタンって倒れるらしい。だから、もう、出てきて、もう、大体もう、わーとかで、うわーって、マーキャー、ララビヨー、うわーとかで、ずーっと叫んでたら、もう、過呼吸みたいな、俺今倒れそうだったわ。なるから、失神するらしい。うん。だから、対処法としては、ね、皆さん、失神しない方法は、コンサート見に行って、叫ばないこと。ね、あ、マーカーとかで叫ばへんかったら失神しないよと。でも、今、コロナ禍やから、マスクとかみんなしてるから、あんまりこう叫ぶっていうのがないから、失神しにくいんちゃうかなと。でもその対処法として、叫ばない。らしいですよ。失神しない。チケット代ね。ほら、もう、いきなり倒れてもうたらもったいないよ。ほんで、気がついたらもうコンサート終わってるとかね。ねえ。でも、やっぱりこう出てきたらね、いやーとか自分のこう気持ちを伝えたいとかって、ほんで、こう、ギターソロとか、ブワーンとなったら、いやーとかいうのは、もう女の心理で、もう伝えたい。もうやっぱり叫びたいとか。いう気持ちがどうしても強い方は、それでも失神しない方法は、大いに叫んでください。ね。マイカーイ!やーとか、この後に一旦呼吸を、ってやって、一旦落ち着かして、あったかいコーヒーを飲んで、また、マイカーイ!やーとか言って、また、で、まだあったかいコーヒー飲んだら、失神せえへん。コンサートで。そうやったら、倒れずに済むから、皆様それ、やっていただいたらな、と思うんですけどね。でも、なんなんやろな、俺、ふっと思ったの。こういうコンサートとか見て、失神するってあるけど、漫才を見に来て、失神する客って、未だに出てこないよね。それだけの大スターの漫才みたいな。どうなんやろね。もう出てきただけで、いやーわーいや、まあ確かに、キャーとか、わーとか言うてた。そんなおったか。まあ、俺もデビュー当時こう人気があった頃とかは、キャーキャーとか言うてたけど、失神まではいかんわな。失神する客が手出した漫才師って、ほんまのスターやろな。それはまあ、さすがにないわな。出てきて、はいどうもーとかでもんで、こう、一ボケかましたときにね、うん、ようこそとか言った相方が、誰に言ってんだよ言ったら、いやーふわってね、もう一ボケでこう、失神するみたいな。ね、なんだよねんとこう、突っ込んだ、この突っ込みのこれで、いやーバラーンとまた失神者が増えていくみたいな。そっちの方がおもろいかな、みたいな。それは、ないか。